どうもこんにちは、まみよしです。ということでね、今日はね、最近よく聞かれる iPhone 9を買えばいいのか、それとも iPhone 11を買えばいいのかっていうね、2択で迷ってる方っていうのが結構いると思うので、今回はね、その2つの iPhone をスペックとか値段とかを見ながら比較して、実際にどっちを買ったらいいのかっていうのを皆さんに教えたいと思います。このチャンネルではガジェットの製品レビュー、そして Apple 製品の最新情報だったり役に立つ情報、そしてレビューなんかをやっていますので、ぜひ下のチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。はい、ということで iPhone 11のサイトを開いてみました。公式サイトですね。まずね、こんな感じで仕様があるので、仕様順にね、 iPhone 9とスペックを比べて話していきたいと思います。まずカラバリですね。 iPhone 11を選ぶメリットでもあるこちらのカラバリ見ていきましょう。 iPhone 11にあるのがブラック、グリーン、イエロー、パープル、プロダクトレッドにホワイトになります。全6色になってます。それに対して iPhone 9はシルバー、そしてスペースグレー、まあこの黒白と大体一緒かと思います。そしてプロダクトレッド、こちらの赤ですね、になるので3色になります。なので例えばグリーンとかイエローとかパープル、このパステルカラーの iPhone が欲しいっていう方は iPhone 11を選ぶのがいいんじゃないかなと思います。はい、そして次、容量ですね。容量、 iPhone 11には 64GB、 128GB、 256GB の3種類があります。それに対して iPhone 9は 64GB、 そして 128GB のみになります。なので 256GB の大容量の容量が欲しいっていう方は、まあ、iPhone 11を選ぶのがいいと思います。でちなみにですね、その iPhone の容量、使用量をガクンと減らせる方法っていうのがあります。この前動画にしましたので、そのリンクも概要欄に貼っておきます。はい、そして次、サイズですね。サイズね、こちら iPhone 11っていうのは結構ねデカめになってます。まあ家電量販店とかで触ってほしいんですけれども、片手じゃ持ちきれないとか、あと重量もね 194g あります。結構重くなってますね。なので、重いのが苦手とかちょっと大きすぎるなっていう方は、まあ、iPhone 9の方がいいんじゃないのかなと思います。 iPhone 8と9大体同じくらいの筐体とか重さになると思いますので、 150g ぐらいということで、4分の3の重量になるということで、結構ね iPhone 9の方が軽くなります。なので軽いのがいいっていう方は、ぜひ iPhone 9を選ぶのがいいと思います。まあ、iPhone 11の方が大画面なので、ゲームをやる方とかだと iPhone 11の方がいいのかなと思います。はい、そして次、ディスプレイサイズですね。ディスプレイサイズなんですけども、ディスプレイサイズはですね 6.1 インチ、対する iPhone 9は 4.7 インチになります。ただこれ注意してほしいのが、これ見ればわかると思うんですけど、ここの端から端で、ここね比率がね16対9じゃなくて19対9だったかな。なのでこの YouTube とかを例えば再生するときだと、こちらの横の部分に黒い帯っていうのができちゃいます。なのであんまりね画面の大きさの恩恵を受けられるわけではありません。動画だと、映画とかだとね、だいたい全画面で見れるので、かなり大迫力で見れるんですけども、まあ YouTube の16対9の動画とかだと別にそんなに変わらないかなっていう感じはありますっていう感じですね。で 6.1 インチと 4.7 インチで、画面の綺麗さなんですけども、これもねほとんど変わらないです。でゲームとかやる方はね大画面でできると思うので、そういう方は iPhone 11、小さくてもいい方は iPhone 9ということです。で iPhone 9とねほぼ同じ筐体の iPhone 8っていうのも家電量販店に売ってますので、ぜひそちらも触っていただけるとかなり分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、そして下の方行きましょう。で触覚タッチですね。 3D タッチっていうのは iPhone 11なくなってます。で iPhone 9も同じ感じでなくなってて、今触覚タッチって言って、例えば LINE とかだと昔は 3D タッチで強く押し込むことによってトークを既読つけずに見るっていう方法があったんですけども、今は触覚タッチに対応してて長押しでできるので、この辺はね特に気にしないでいいと思います。はい、そして防水性能ですね。まあ僕 iPhone 7の時から風呂に持ち込んで結構シャワーでびちゃびちゃにしてるんですけども、その時からね壊れたりしなかったので、まあ、iPhone 11、 そして iPhone 9、まあ大体同じ感じになるんじゃないかなと思います。 iPhone 11だと2メートルで最大30分間
なんですけども、iPhone9 だとちょっと弱くなって、だいたい1メートルで30分とかになるんじゃないかなと思います。で、9でも別にシャワーでびちゃびちゃとかにやっても、まあ多分平気かなと思います。シャンプーとか入るのはちょっとまずいかもしれないんですけど、まあだいたいそんな感じで自己責任でお願いします。で、チップですね。こちらがパソコンでいう CPU。まあ皆さんでいう脳の部分ですね。こちらがほぼ性能に直結します。A13 バイオニックチップ、iPhone11。で、そして iPhone9 は何になるのかというと、iPhone9 も A13 バイオニックということで全く同じものが乗ります。なのでね、性能的にはほぼほぼ一緒と考えてもらっていいと思います。で、そしてカメラですね。iPhone11 は12メガピクセルのカメラということで、1200万画素のカメラが2つあります。それが超広角と広角の2つですね。それに対して iPhone9 は12メガピクセルのカメラ。それの広角のみになってます。だから超広角っていうのはつかない。ただ iPhone11 の超広角っていうのが普通の広角カメラと比べてちょっと暗めのレンズなのでノイズが乗ったりちょっと暗いところではあんまり使えない。あと手ブレ補正もついてないです。なのでまあそこまでね使うことっていうのはないですね。日中の景色を撮るとかは超広角で撮ると綺麗になります。まあただ歪みとかもあるので、まあ、好みが分かれるかなと思います。僕はねほとんど使わないので iPhone9 の広角だけで十分かなと思ってます。あ、これですね F2.4 普通のやつは 1.8 こっちが F2.4 これ明るさなんですけどもまあちょっと暗めになってますと。でこれ最大5枚のデジタルズームっていうのは iPhone9 も一緒ですね。あとは、まあ、手ブレ補正もついてるでしょう。で、これナイトモードなんですけど、ナイトモードはもしかしたら iPhone9 のソフトウェアで制限されるのかもしれないです。価格的な問題で。まあ、ものとしてはね、普通に使えると思うんですが、まあ、ソフト的に制限されるかもしれないです。まあ、カメラはこんな感じですね。で、ビデオ撮影も大体一緒ですね。4K ビデオ撮影。24フレームから60フレームまで。1080p は3060。この辺も一緒かなと思います。ただ、インカメっていうのがね、違うんですよね。インカメが、これ、トゥルーデプスカメラってやつなんですけども、iPhone 11は1200万画素です。それに対して、iPhone 9は、インカメだけはね、多分 10S のが採用されると思います。まあ、10S でもね、結構綺麗なので、まあ、ちょっとでもよく、自撮りしたいっていう方は iPhone 11でもいいかもしれません。9でも十分綺麗です。まあ、そんな感じで、あとは 5G に対応してないのは両方とも一緒ですね。で、あとバッテリーの持ちだ。はい、バッテリーの持ちなんですけども、iPhone 11はビデオ再生最大17時間ってなってるんですけども、iPhone 9はだいたい14時間から15時間、ちょっと減る。1割、2割ぐらい減るのかなと思ってます。なのでバッテリー、いっぱい持たせたいっていう方は11。モバイルバッテリー持ってるって方はそんな気にしないでいいぐらいだと思います。で、イヤホン端子はついてないですね。はい、ということでね、最後気になる価格なんですけども、iPhone 11、74,800円プラス税になってます。で、それに対して iPhone 9はいくらになるかというと、だいたい結構ねリーク情報で出てるのは399ドルということでだいたい4万5000円とか、まあ、4万円台半ばとか後半ぐらいなんですけども、そうするとね3万円の価格差があります。で、僕の予想だとだいたい5万2800円とかになるんじゃないかなと思ってるんですけど、そう考えてもまあだいたい2万円そしてリーク情報だと3万円なので2万から3万円価格差があります。なのでさっき言ったね点っていうのを考えてプラス3万円して iPhone 11にする価値があるのかっていうのをね、まあ、考えてみると11にするのがいいのか、それとも少し待って9にするのがいいのかっていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。 iPhone 9と iPhone 11の価格差からねスペックの差っていうのをいろいろ説明してみました。あ、そう、あと Face ID と Touch ID の差もあります。 iPhone 11は Face ID 顔でしか認証できない、顔かパスワード認証、 iPhone 9はタッチ ID かパスワード認証になるので、まあ、タッチ ID がいい人は9一択、Face ID がいい人は11がいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、個人的にはね、Face ID 派なんですけれども、まあ、iPhone 9いいかなっていう感じですね。僕がね、どっちかしか買えないって言われたら iPhone 9を買います。ということで、いかがでしたでしょうか。参考になったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。どっち買うとか決まった方はね、ぜひコメントも待ってます。全部見てるので、ぜひコメントしてください。そしてね、最近は生放送だったりもやってますので、質問とかがあれば生放送で聞いてもらってもいいかと思います。ここのベルマークを押して、すべてってやつを押すと、生放送だって動画の通知が来るようになりますので、ぜひそちらもお願いします。ということで、以上。バーイ。